はい、どうもどうも、日暮らし松です。今回は、またね、潮だまりに来ております。まあ、ちょっとね、波が荒くて危険な感じもするというか、あれまだ潮引いてないな。まあ、できる限り、頑張ってね、生き物何か捕獲できたらいいなと、思います。ではやっていきましょう。よいしょ。ではやっていきましょう。ここね、観光客が結構多いんですよ。あ、やべやべやべ。だからね、結構見られるから恥ずかしいんですよね。うわ、すげえ濁ってるな、かなり。何かしらいないかな。よし、とりあえず何か取れるまでカットで。1匹目捕獲しました。人手くんですね。全然いないんですよね。さっき魚1匹逃がしちゃったんですけど、まあでも魚がいるってことは分かったんで、引き続き続けていきたいと思います。波がね、ちょっと強くてね。まあでもこういう時こそね、なんかこう流されて、あんまり潮だまりに普段いないような生き物がいたりするので、まあ探していきたいと思います。頑張って。はい。波強え。今、うわわわ、やべえ。一応引いてくれないかな。では引き続きやっていきましょう。多分ね、こういう海藻のところとかよくいると思うんですよ。どうだ。ああ、取れたけどヤドカリですね。出てこないな。ヤドカリでした。うん、魚がいないな。あ、エビがいます。まさかの生き物が取れました。これ確かイソ、あ、なんだっけな、なんかカニです。あの、自分の潮だまり水槽の動画を見てくれてる方は分かると思うんですけど、あのつい先日ね、これ入れたんですよ。このカニはね、サバの切り身にこうくっついてきた、あの海釣りでブラクリにこうサバの切り身くっつけてたら、来たカニになるんですけど、ガサガサで取ったの初めてですね。ちっこくてめっちゃ可愛いです。ヤドカリとこれイソスジエビってやつかなが取れましたね。ちょっと後ろ行っちゃったな。
あ、いた。いやかなり渋い。魚が全然いないです。はい、潮だまり第2ポイントに着きました。第1ポイントはね、ちょっと波が荒すぎて荒れすぎててもうガサガサどころじゃなかったので、こちらではいい結果を残せるよう頑張っていきたいと思います。結果ってなんだまあなんかいろんな魚が取れるように頑張っていきます。すげえ超いる魚。あれはでも取れねえな。いや雰囲気のいい場所に来ましたよ。あーまた同じカニですね。これいっぱいいるんだ。お、やっと魚取れたけどいつも見るやつだ。1匹目、記念すべきお魚1匹目です。って言ってもね、ハゼですけどね。いやこればっかだな、やっぱり。まあでも最初はこれっていう感じですね。では、引き続き何かしら取っていきたいと思います。エビが取れました。結構ね、色が変わってるんですよ。これ海藻をね、ガサガサしたら取れたんですよね。なんかレッドビーシュリンプのあのメスにちょっと似てますよね、雰囲気が。かわいいな。あ、卵持ちか。これは失礼、逃がしておきます。なんかすごいところに来たな。なんだこれ、水路みたいな。魚影は確認できないですね。めっちゃ魚いるんですよ。見えるかな。あれは取れねえな。はい、さっきの場所から帰ってきました。さっきの場所ね、ちょっと人が入ってきちゃったんで、あの撮影できない環境になったんで、こっちに移動してきたんですけどこっちもやっぱダメですね。今回の結果は、あの自分が飼ってるモガニだっけな、それが3匹と、あとはハゼ1匹、あとね、ちょっと動画に映ってるかが、不安なんですけど、多分イワシの軍団かなっていうのが、まあ、見えました。だけどイワシの軍団は早すぎて絶対捕まえるのは無理でしたね。頑張ったんですけど無理でした。もう昼も過ぎたんで、そろそろガサガサは終わりにしたいと思います。今回ちょっと内容薄くなっちゃって申し訳なかったんですけど、次はねちょっと釣りをしに行くので、まあ、そっちの方は動画にするかわからないんですけど、あのサバの切り身とかオキアミを一応持ってきてるので、まあ、それをぶん投げといて、で何か釣れればいいなという感じになっております。ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。疲れた。喉乾いた。